感激報告、赤ちゃん抱っこショットにも注目集まる。女優の土屋太鳳大鳥が6日、自身のインスタグラムを更新。ちらりと写っている第一個の写真に注目が集まっている。土屋太鳳大鳥、ハロルドとモード、感激報告。びっくりするものを見ましたと、飛球を見たことを興奮した様子で綴った土屋は、飛球を見ることができる機会は本当に貴重だそうですが、この舞台も本当に貴重でした。とし、黒柳徹子とスノーマンの向井康二が共演する朗読劇、ハロルドとモードを感激したことを報告。朗読劇なので基本的には言葉と声での表現なのですが、まるで空間の中に花が咲くように映像が見えてくるんです。癒されながら、驚いて、驚きながら、癒されて、憧れや喜びで心が満ちて潤っていくのがわかる素晴らしい時間でしたと感想を綴った。そして、新しく出会えた家族は生まれて間もないから、映画も舞台もライブもまだまだ一緒に楽しむことはできないけれど、エンターテインメントのパワーをいつか一緒に味わえたらいいなと、8月に授かった第一個との将来にも期待を寄せていた。また後日、同舞台に出演している戸田恵子に対面したことも解雇。下田は自身のオフィシャルブログにて、土屋の第一個を抱っこしたことを明かしており、とっても綺麗なお顔をしたベイビー、と綴っていた。この投稿にファンからは、パワーのお裾分けありがとう。他方ちゃんが子供と一緒にエンタメを楽しんでる姿想像できる。素敵すぎるなど反響が続々。さらに投稿には、第一個が抱っこされていると思われる姿がちらりと収められており、赤ちゃんの手が愛おしい、誰が抱っこしてるんだろう、かわいすぎ、もしかして亮太くん、など注目を集めている。土屋は2023年の1月1日に、2017年公開の映画、兄に愛されすぎて困ってますで共演したジェネレーションズ・フロム・エグザイルとライブへの片寄せとの結婚と第一個の妊娠を発表していた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。